衝撃。60歳以上のファンがテンバイヤーに泣かされる実態とはテンバイヤーの驚愕の手口。人気アーティストのライブチケットが40万円に。ナンバーアンダーライン愛はいけない人いっぱいなので、一人一公演しか申し込めない。当選しないにしてほしい。申し込む時から顔写真付き公的証明も絶対必須でしか申し込めないようにしてほしい。 ライブ中止やべったり戦士アーティストだけを見てるのだから、連れと一緒になんて見れんでもいいやん。行き帰り一緒に行けばそれで楽しいんじゃないのかなコンサートやライブに行く楽しみは、多くの音楽ファンにとって一生に一度の経験かもしれません。特に、好きなアーティストに会う機会は、彼らの音楽と直接つながる特別な瞬間です。しかし、近年、その貴重な体験を脅かす大きな問題が浮上しています。 それが、チケットの転売問題です。この問題は特に、人気アーティストのライブやイベントで顕著で、ファンの間で大きな波紋を呼んでいます。まず、転売ヤーという言葉を耳にしたことがあるでしょうか。彼らは、公式のチケット販売ルートを利用して購入したチケットを、倍以上の価格で再販する人々を指します。こうした行為は、 純粋にイベントを楽しみたいと願う多くのファンにとって大きな障害となっています。特に年齢が60歳を超えている人々や健康上の問題で元気なうちに一度は好きなアーティストに会いたいと絶望する人々にとっては転売された高額なチケットを購入する以外に選択肢がなくなってしまうこともあるのです。例えば、ある60歳近い女性ファンはチケットが当たるまで頑張るつもりだが 転売ヤーからは決して買わないと決意を述べています。しかし、問題はそれだけではありません。小規模な会場では、チケットの枚数が限られているため、一人のファンクラブ会員が友人や家族を連れてくることで、非会員が行けなくなることも多々あります。こうした状況は、純粋にファンとして楽しみたい人々にとって非常に不公平です。あるファンは、 申し込み時に顔写真付きの公的証明書を必須にし、一人一公演しか申し込めないようにするべきだと強く主張しています。また、ファンクラブの入会も顔写真付きの証明書が必要とされるべきだと考えています。さらに、転売目的でファンクラブに加入する人々も増えており、これが問題をさらに複雑にしています。純粋なファンが心から楽しみたいと願っているのに対し、 転売ヤーは利益目的で動いており、その結果、本当に行きたい人たちが傷ついているのです。あるファンは、福山雅春さんのやり方を参考に、転売ヤーをファンクラブから排除するべきだと訴えています。特にショックなのは、女性の転売ヤーが多いという事実です。純粋な応援の気持ちを持つファンがライブに行けず、悲しい思いをしているのを見るのは本当に残念です。例えば、 キンプリのメイドインライブでは、隣の席の女性がテンバイヤーであった可能性が高く、彼女たちはライブ中にしょっちゅう席を外したり、電話で5で行けますと話していたことから、ファンではないことが明らかでした。テンバイヤーが売れないシステムの早急な導入が求められています。そもそも、チケットの売り方自体を変える必要があるのではないでしょうか。申し込み枚数を減らし、同行者の登録を徹底する。 そして、本人確認を厳格に行うことで、不正な転売を防ぐことができるはずです。家族全員がファンクラブ会員であっても、すべての公演に落選してしまうという現状は非常に残念です。一方で、転売ヤーから買わないという選択肢もあります。しかし、これは根本的な解決策にはなりません。特に、ライブに行きたいと絶望するファンにとって、 転売ヤーからの購入は最後の手段として考えられることが多いのです。実際、東京ドームや有明アリーナのチケットが40万円で売られているのを見たとき、多くのファンは驚愕しました。あるファンは、抽選に落ちた人々を救済するための新しいシステムを提案しています。例えば、抽選に外れた人々を再度抽選し、一度は全員が行けるようにするなどの方法です。これは、 すべてのファンが平等にライブを楽しむ機会を持つための一つの方法と言えるでしょう。また、チケットのエントリーを1公演2枚までに制限し、抽選も何枚も当たらない仕組みにすることも考えられます。あるダンスボーカルグループのファンは、彼らのシステムが一度も外れたことがないと述べており、こうしたシステムの導入は可能だと考えています。さらに、ファンクラブに複数の ID で加入し、 チケットを購入する転売ヤーに対する対策も必要です。例えば、ライブ入場時に本人確認を徹底することで、不正なチケットの使用を防ぐことができます。あるファンは、スタート車のタレントのチケットで転売ヤーが入場を断られる場面を目撃したことがあり、こうした対応を早急に導入するべきだと述べています。転売ヤーから買わない以外の解決策も求められています。例えば、 友人と一緒に行く約束をしていたが都合で無理になった場合、誰かを定価で募るという方法です。しかし、定価以上で販売することが問題となっています。抽選なのだから手間はないはずで、定価以上にする意味がわからないという意見もあります。このように、転売問題は多くのファンにとって深刻な問題であり、その解決策は多岐にわたります。しかし、最も重要なのは、 純粋なファンが心から楽しめる環境を整えることです。転売ヤーから買わないことが最も効果的な解決策であると同時に、システムの見直しや本人確認の徹底など、様々な対策を講じることで、より多くのファンが公平にライブを楽しむことができるようになるでしょう。最後に、今後もこの問題に対する議論は続くでしょうが、皆さんはどのような解決策が最も効果的だと思いますかまた、 転売イヤーに対する個人的な経験や意見があれば、ぜひ共有してください。ファン同士の意見交換が、新たな解決策の糸口となるかもしれません。また、転売イヤーに対する対策として、技術的な解決策も検討されています。例えば、ブロックチェーン技術を利用して、チケットの所有権をデジタルで管理する方法です。この技術を用いることで、 チケットの転売や偽造を防ぐことができるとされています。チケットの所有者が誰であるかを明確にし、転売を行う場合には、公式のプラットフォームを通じてのみ行えるようにすることで、不正な転売を減少させることができます。また、チケットのリセールを公式に認めるプラットフォームの導入も考えられます。これにより、正規のルートでチケットを再販することが可能となり、転売やが利益を得ることを防ぐことができます。 公式のリセールプラットフォームを通じて、低価または低価に近い価格でチケットを販売することができれば、ファン同士でチケットを譲り合うことができ、転売ヤーの介入を減らすことができます。さらに、イベント主催者側が積極的に転売防止策を講じることも重要です。例えば、チケットの購入時に顔写真付きの身分証明書を必要とし、入場時にも同様の確認を行うことで、 不正なチケットの使用を防ぐことができます。また、チケット購入時に登録された個人情報と一致しない場合は入場を拒否するなど、厳格な確認を行うことで、転売ヤーの活動を抑制することができます。こうした技術的及び運営上の対策に加えて、ファンの意識向上も重要です。転売ヤーからチケットを購入しないという意識を広めるために、キャンペーンや啓発活動を行うことが有効です。 例えば、SNS やファンサイトを通じて、転売ヤーから購入しないよう呼びかけるメッセージを発信したり、転売の被害にあったファンの体験談を共有することで、ファンコミュニティ全体の意識を高めることができます。実際に、あるファンは SNS で、転売ヤーからは絶対に買わないようにしましょう。という呼びかけを行っています。彼女は、ファンが一丸となって転売ヤーから購入しないという強い意志を持つことが、 転売問題の解決につながると信じています。また、ファンクラブ内でも同様の啓発活動を行うことで、より多くのファンが正規のルートでチケットを入手しようとする意識が高まるでしょう。